こんにちは。お名前をお聞きしていいですか？北野祐樹と申します。祐樹さん、はい。今おいくつ？年齢は今26で今年7になります。27歳。日本ではどういうお仕事されてますか？今はゲストハウスとかシェアハウスとか作ったりしてます。場所は？は京都ですね。それで英語が必要？いや、そこではそんなに英語は別に必要じゃなくて、今フィリピンのこの語学研修のプログラムを作ってたりする関係で外国人と仕事をするようになって、お、まあ、もっと英語必要かな。もともと英語はどこで学ばれたんですか？もともとは、アメリカで21歳の頃に2ヶ月ほど留学をしてました。じゃあそこそこ英語は話せる？ビジネスレベルまで、まあ、ビジネスレベルまでって言われたら即答でイエスとは答えられないですけど、うん、まあ大丈夫かな。今日2時間ストーリーシェアでデモクラスを受けていただいて、はい、どうですか？シンプルにこう友達に語学学校を紹介するときに、はい、紹介できる学校の一つに入りますか？いや、それはもちろん入ると思います。その理由は何でしょう？その、まあ、その対象は僕じゃないとはもちろん思ってて、うん、でもフィリピン留学ってやっぱりビギナー向けの、うんうん、学校で、なんで最初本当にこれからって人はフィリピン留学はすごいおすすめできると思ってて、うんうん、それも小規模の方がいいと思ってて。うーん、小規模を勧める理由は何ですか？もう僕も大規模のところ何個か行ったことあるんですけど、うん、やっぱりもうそこはセブじゃなくて日本になってしまってるので。なるほど。それはやっぱり良くないって思って、目的を見失いがちで、で EOP は本当にしっかりしてるじゃないですか、ストーリーシェアは。どこも EOP、イングリッシュオンリーポリシーはどこも持ってるんですけど、実践してる学校ってあんまり多くなくて、そこはすごい新鮮というか、僕はまだ違和感が全然残ってて、ほんまにこの人たち英語で喋りかけてくる。トモさんですら英語だ。なんか初心者の人に対して EOP はあんまり効果が見込めないから、うんうん、初心者であればあるほど日本語が喋れる学校を選択した方がいいっていう意見もあって、あ、それについてはどう思う？大反対ですね。大反対。なんで？自分の経験もそうですし、なんかもうフィリピン人の、じゃ留学行くのにまずエージェントが日本語で話すっていう時点で僕はセンスないと思って、だからみんな安心するんですよ。英語勉強しに来てんのに日本語でうまくいくからっていうのが、まあ、まずおかしいと思って、申し込みからもわからない英語に触れて、オペレーターとかと、いや、なん、多分いけるのかな、どうなのかなみたいな、それがやっぱ海外留学、海外にチャレンジするファーストステップで、うんうん、そこを飛び越してきてしまうんで、なるほど、誤解が起きてしまうというか。なるほど。その、じゃあどんな人がフィリピン留学楽しめますかね？何のために英語を勉強するかが明確な人なんですかね？か、もう逆に割り切って遊びに来るっていう。まあ遊んじゃえと。遊んじゃえという人は別にそんなプレッシャーもなく、ちょっと英語をたしなめて、セブというところに遊びに来る感覚でプラスアルファ勉強したいみたいな。それはそれでいいと思うんで、僕は。ストーリーシェアっていうと独自メソッド、まあ、EOP とか少人数制っていうのもキーワードなんですけど、はい、独自メソッドでサイクルラーニングメソッドっていうのを使ってて、で今日1回目の授業がまさにそれだったんですけど、はい、サイクルラーニングメソッドが何かって説明できます？そう、繰り返し同じことをやる、うんうん、次の日もまた同じことをやるって言って、それがどうですか？自分には合いそうですか？僕は飽き性なんでちょっと合わないかもしれないです。あ、なるほど。どんな人が合うと思います？真面目な人。あ、真面目に勉強できる人。そうですね、ちゃんと勉強してきた人たちはいいと思うんですよ。うん、勉強してこなかった人たちにとってはそのなんていうか分かりづらいかもしれないです。分かりづらい、自分の成長をというか、成長してるかどうかが見えづらいかなと思ってる。でも、まあ、僕はその方法で勉強したことがないので、うん、もしかしたらその方がスピーディーに学べるのかもしれないですけど、うんうん、
そこはやっぱ今日2時間だけでは僕はそこまで本質まではちょっとわからなかったんですけど、僕は逆の最初のワクワク、留学楽しみ、英語を学びたいでくるくる回ってたら、あれちょっと思ったのと違うかもってなってたかもしれないと思いました。なるほど。逆に理想的な、例えばそのストーリーシェアがもっとこうあればいいなっていうのはありますか？これはフィリピン留学、僕結構いろいろ学校があったんですけど、どこの学校にも言えることなんですけど、辛い雰囲気がちょっとドヨンとしてる、重たい雰囲気かなみたいな。学びってまず楽しくないとできないんで、なんかもう学び屋というか一昔前の勉強法ってどうしても感じちゃうんですよね。詰め込み教育っていう、もっとアクティビティがいっぱいあったらいいかなみたいな。そもそも言語というものを捉えるときに詰め込むものではないと思うんで。なるほど。僕は詰め込まずに習ってきたんで、ある程度習ってから詰め込んだ方がいいと思うんで、最初は詰め込まない方がいいと思う。なんか大体みんなフィリピン留学するときって3ヶ月とかじゃないですか。3ヶ月ってこう経験から英語ってどれくらい伸びるもんだと思いますか？3ヶ月だったら相当伸びると思うんですね。相当結構喋れるようになると思います。僕は2ヶ月でだいぶ喋れるようになったんで。あ、そうなんだ。もう自分でもびっくりするぐらい。すげえみたいな。じゃあフィリピン留学も3ヶ月くらいがちょうどいい。フィリピンはもうちょっと時間かかるかもしれないですね。フィリピンはもうちょっと時間かかる。それはなんで？環境ですね。環境。その言語環境。やっぱ僕が2ヶ月いた時はもうオールイングリッシュを意識しなくてもオールイングリッシュなので、自然と。家の説明からホームステイ先とかご飯のことも含め、もう全部英語、ルームメイトも外国人やし。日本語が現れないんですよね、1ミリも。だから英語脳に切り替わって店行っても、どこ行ってもみんな英語で喋ってるんで、その環境にはやっぱり逆らえないんじゃないですかね。やっぱりフィリピン留学メジャーになるにつれ日本人が多くなってきた。 その日本人に対してのサービスとして、そうですね、そうそう、学校側の準備がすごくしっかりしてるから、どうしても日本語で過ごす時間が多くなる。それが結局英語の妨げに、英語学習の妨げになるんじゃないか。なるほど。と思います。じゃあ。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。